鳥居内秀明の頼むでほんま。今日は私が久々に、ゲストにお招きいただきまして、鳥居さんといろいろお話をしてみたいと思います。鳥居さん、ご無沙汰しておりまして。もう1ヶ月以上ですね2ヶ月になりますよね。2ヶ月ね。すいません、はい、この間に鳥居さん、学生と一緒に、サザンオレゴン、はい、まあ、遠征といいますか試合に行ってこられたということなんですが、そのお土産話をちょっと。これはね、もともとだから自分が2019年のシーズンで監督辞めると、2020年の春に行く予定やったんですよ。それは個人的に。いやいや、みんなで。あ、みんなで。はい、ね、その時のヘッドコーチというのが、僕が学生、サザンオレゴンおった時に一緒にコーチやったやつが今その時監督やったんで、でやりたいな。だけど結局それはコロナで延期なんで、はいはいはい、やっと今回今年実現できたということです。で、この大学サザンオレゴンでは鳥居さんが単身コーチに、はいはい、行かれたところですよね。でも甲子園ボールでシャックミルズハイと、はい、ね、学生、日本の学生の MVP の名前を付けられている方です。その人がもともとはね、1972年にユタステート大学、アメリカの単独チームを日本に連れてきたんですよ、はい、初めて、はい、だその時は私は小学校5年かな6年で甲子園球場行って話はしてますね、うん、親父に連れられてね、はいはい、まさかその 12年後にね、僕はアメリカ行くと思ってませんでしたからね、はい、まあ、いろいろ縁があって行くことになってと。だからその初めて連れてきた時に、まあ今みたいにメールがないんで手紙のやり取りで実現したみたいです。それはうちの前の監督の武田先生、まあ、関西学院の元学長理事長である先生がとのやり取りでね、そういうことが始まったと、うん、どっちかが手紙書くのをやめとったら実現できてないですよね、その遠征自体。チャックミルズさんっていうのはそういう意味で言うと、その漢学さんだけでなく、ね、日本の、はい、そのアメフトのなんていうんですか、きっかけを作ってくれた交流としてね、だけど1930年ぐらいに立教大学、32年か4年ぐらいに立教明治早稲田が初めて創部されてるんですよ、うん、トブローね、はい、その時は立教の宣教師の先生が教えたんですよ、うん、はい、それからまあまあ日本人だけでやってると、うん、我々のチームなんかその、まあ、防具は神戸のベースね、軍のからお下がりいただいてるとそれを聞いてますけど、そういう関係があったと。その時の交流がなければ、日本のフットボール自体が20年ぐらい遅れてるでしょうね。なるほどね。そこからやっぱりその交流がもうだん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 親しいものになっていったということで、うん、その時に、我々の私のじゃから大先輩の広瀬さん、いすみさんがその試合出てるんですよ、うん、ね、我々恩師がその試合にね。で1年か2年か3年後に一人ずつ行ってるんですよ、さっき留学にね、はい、チャックさんのとこに、うん、それはオレゴンちゃいますよ、はい、その時はさユタステートにおられて、そっから次はウェイクフォレスト大学です、うん、だから東部ですよね、うん、アメリカの。これはプロゴルファーのアーノルド・パーマの出身校らしいです、はい、まあ、規模的にはそういう大きくないんですけど、一応ディビジョン1でと、うん、そこ行かれて戻ってきたと。でだいぶ経ってから僕が、まあ、4年間甲子園ボール負けたんでね、はい、行きたいですよ、行った時にチャックさんが今サザンオレゴンにおられたんで。あ、なるほど。チャックさんはその時は1980年から88年までおられたんですね。
僕は82年に行って234と3年間は3年間3シーズンおったんですよ。でその時にチャックさんのサザンオレゴンは85年に単独チームで日本遠征するんですよ。神戸にね。その時は僕は UCLA を追って瞬間一時刻してサザンオレゴンチーム入ってたんですよ。それはその日本のアテンド役みたいなことですか。そうそう、 UCLA おりましたけどね、帰ってこいということで、はいはい、その3年間の経緯ってこの鳥居さんの本の中で割とあまりこう詳細に書かれてなくて、あの現地で の, そのエピソードみたいなものを どういうコーチングを受けたとかですね。だからね、その時自体ね、その練習方法自体は私の先輩がもう行かれてるんで、うん、アメリカ流にやってるんですよ、練習方法自体がね。でまあまあスモールカレッジということでプロコーチは少ないんですよ、うん、ディビジョン1はやっぱりもう人数制限があってね、コーチの数も、うん、だけど多いんですよ、うん、各ポジションいっぱいいてるん で士気による余裕がないんで、うん、でまあ我々レベルの GA ね、グラジエートアシスタント、はいはい、彼らは大学行きながらさ、それやると学費免除になるんですよ。だから誰でもなれませんよ。じゃあ、学生コーチ、ね、そうそうそうですね。で学んだよりもだからもう僕から見てもやっぱりね、レベル的にしんどい子が堂々と俺もにチャンスくれと言いますからね。うん、日本やっぱり帰ってきて思ったのが順番待ちなんですよ、俺まだ1年2年やからなとか、もうその発想じゃちゃいますよ、アピールせえへんからもう出られへんでと。これはね、アメリカで思ったのはみんな厚かましいんでしたから東洋人でもね、韓国もタイもフィリピンもベトナムもみんな厚かましいんで日本人だけなんですよ、どうぞ控えめで。これはね、スポーツやってこないやったら、まあまあ、語れへんでと、はい、それは思いましたね。帰ってきてやっぱ思いますよ、感覚でもね。でもあのその後その3年間であのそういうことにも気づかれて、それで UCLA に。それはね、あの UCLA 行ったのはそのスモールカレッジやったんで、じゃメジャーカレッジ行きたいと。ああなるほど。2年たって言うたんですよ、はい、3年目行きたいと、はい、でまあ僕は荷物持って先輩におられるシカゴにあのシーズンバイトしてみたい、そこへまた連絡来る思って、そこからまたあの次の決まった大学に行こう思ったら、うん、決まれへんからまた戻ってこい言われてまた戻ってきたんです、サザンオレゴンに。で4年目はもう絶対行きたいと、うん、で UCLA にもロサンゼルスにもうちの先輩いてるんで、うん、それレストランノーナーやってはったんで、そこでほな働くバイトできるわと言って、うん、手紙書いてもらって、で返事来ないから直接行って、うん、UCLA で春のスプリングキャンプあるんですよ、うん、2週間でできるんですよ、うん、どこの大学でもね、あの期間設定して、そんで会いに行って、で喋ったらあのヘッドコーチのテリー・ドナヒルさんが、手紙は分かってると、だけどもう決まってるから、うん、コーチの人数決まってるし、いや俺はオブザーバーでいいからと、うん、ああで食いついて分かった、8月何日に練習あるから名前入れとくから見に来いと、サンキューで、まさか僕ずっと俺思ってませんでした、うん、ね、それからも毎日毎日明日ミーティング何時言うて居座ったんです。それでワンシート終わったんですよ。その経緯はここにも書かれてますね。あの、サザンオレゴンでその学んだことっていうのは、まあ、そのチャックさん自体がね、やっぱ教育者なんですよ、そのね、アメリカの作戦いっぱいありますよね、はい、多分分かってはるんですけど、はい、そういうこと必死でやりません、ね、人間をちゃんと見てはるんですよ。サボとうとは思われへんし、ね、真面目にやれやと。どちらかというと人間教育派。そうなんですよ。僕はやっぱり影響を受けましたね、やっぱり。その、向こうの、まあ、チャックさん以外のコーチのレベルというのは、そのもう鳥居さんが身につけておられたコーチングスキルというんですか、そういうものとそんなには差はなかった、まあ、差はないし、まあまあ新しい戦術戦略があるんでね、そういう
ことをしてやっぱりみんなお互い学ぶんですよ、はい、で向こうにもその高知協会いうのがあって全米から集まってきて、うん、新しいプレーの発表会するんですよ。売り込みますよ、まず。あら、こんな戦術持ってんで。だから、ポポ変わるんですよ、だから。でもそれ見せる、見せるんですか。そうそうそう。成績が上がってたら給料上がりますからね。だから今、まあ、アラバマの、あれ、やみはれましたけど、ね、ニック・セイバンさん。年収10億円ちゃいます。コーチで。はい、まあ、それもめちゃめちゃすごいし。トップ20、全米のトップ10でやれなったらもう最低5億あるんちゃうんですかね、うん、その予算をまたコーチに振り分けるんですよ。なんかね、あいつ予算持ってケチなコーチ、ケチやつだとかいうねあるんですよ。だから、ね、少なかったらだから俺向こう行こうわと。なるほど、うん、だからその戦術持ってね、うん、ああなるほどね、うん、もうしゃべビジネスとして成り立ってるんですよ、うん。だってヘッドコーチはどこでもやっぱりね、今はもうだいぶマシですけど、僕行った時なんかやっぱりドラッグね、あのマリファナとかああいうなんか流行っとってやめとけとしょっちゅう言ってますよ、うん。その時はね、まあ、スカラシップもで大学入るんですけどやっぱり勉強してへんので、うん、それおかしいと、で悪くおかしおるしということで、あの大学もう忘れましたけどね、どこの大学のヘッドコーチがこれあかんと、やっぱり最低限の単位取らなかったら試合出さんとこうと、うん、で今もそうなってますけど、うん、明らかにそういうことを僕はもう科学でもじゃあ20年前にやりやさんです、うん。でもその水津さんのその人間教育のスタイルというのは、今日というかもうあの現役時代の監督時代のその取り内流といいますか、ここにはまさにありますけれども、そのだから人材の育て方、うん、やっぱりここにやっぱり根付いてるわけです ね、 多分ね、知らないうちに、うん。なんかあの水戸さんにこう言われた、ああ言われたというのはご記憶残ってるのってありますか。だからね、その僕らが日大負けたでしょ、また兄弟立命がおったでしょ、その話しとったらムカつくね、あいつらを言ったらちゃうちゃう違う、それはおかしい。やっぱ相手おって、あのリスペクトしなあかんねんと。Why 言うたら聞いたら、いやいや、あいつらがおるからお前も頑張れるやろと。はいはい、そういう強いチームおらなあかんねんと。んその2組で沸かしてても勝たれへんねんと。うんうん、あ、せやなと。それから変わっていきます、僕も変わっていきますよ、だから。うん、なるほど。相手があってこそと。そうそう、ね、憎しみだけでは勝てないし、ね、うん、まあその通りです ね、 ね。だから相手以上のことをチームで求めなあかん、自分も求めなあかんということでなっていきますよ、ね、うんうん。それ前はやっぱりこの野郎みたいな。そうなんですよ。だいたいうちのチームでも僕がやってる時なんかね、誰々怪我させた俺出れるやん、はい、ね、よう考えて、なんで仲間潰さなあかんねん、はい、試合でもね、うん、負けそうやから潰しちゃえねんとかね、その発想おかしいんですよ、やっぱり。もし重篤な怪我が起こって、我々の僕一年の時に、ね、サルキさんね、コーダーバック、はい、ケースやられませんね、まあそれあのアクシデントになったんですけど、やはり反則スレスレのタックルなんでね、やっぱり どっかにあの時代はその前もずっと ですけど潰しちゃえねんみんながあったんでね、結局やられた方もそうですけど、やった方も一生引きずりますからね、うん、それはほんまに。だからそれはやめとこうと、うん、ってなってますわ。まあそういう意味で言うと、あのミルズさんってのは伝道師でもあったわけですよね。そうですね、うん。でまあチャックさんも我々だけじゃなしにね、まあ、関西リーグ全てにおいてそういうことを話されてるし、また関東行ってもそういう話されてると、はいはいはい、そういうことが身近に僕ら話聞けて、その辺の各指導者もそういう話が聞けて、それがだん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 各チームが単独でアメリカ渡るようになりますよね、うん。で
今回チームが行って、その対戦はチャック・ミルズ杯と。名前はね、冠つけたわけ、はい、第1回。あ、今回は第1回。やってませんから、それ。あ、なるほど、はい、ミルズさんがあってこそのファイターズでもあるんだということですね。だから日本のほとんどの父ですよね、だから。そういうことですね。うん。